やってる時も僕癖治ったかと思ったら治ってなくて、ああいうさ大会のさこういざいざという時あるじゃん、そのこれ負けられないとか、これ勝ったらもしかして全勝かとか、なんかそのここ絶対一番だ真剣に今まで培ってきたものを全部出し切らないといけない瞬間みたいなあるじゃん、試合に限らず人生受験とか多くの勝負どころあるじゃん、何十年に一度の勝負どころ、ここ絶対外せねえ、まあ恋愛とかでも今日の告白だけはもう絶対外せないとかさ、お見合いとかは今日一日だけ世界で一番かっこいい自分になりたいとかあるじゃん、勝負どころ、そういう勝負どころになるときに邪念が入るのが僕の悪いとこなんだよ、そういうないで、ここでなんか思いっきりでっかい声で規制を上げたりしたら一体この世界はどうなってしまうのかとか思わん、思わん、それだからその徹夜30日とかやってできた仕事を上司に持っていく瞬間に上司の頭思いっきり今ぶん殴ったら一体この世の中はどうなってしまうのかとかならん、でもそれやったらさ今の自分の歩いてきた人生のレールから思いっきり逸脱したレールにジャンプできるわけだよ、それを考えるとさちょっとやってみたくない、わかる、その絶対バグると思うよ人生、なんだそのこの前のミックスマッチの時もそれ最終試合ずっと頭の中流れてたんだよね、今ここで連続自殺とかしたら一気に人生のレールジャンピング、横の横の横ぐらいまでジャンプできるよな、それがそれ思っちゃう、思っちゃわない思っちゃわないえ、可愛い子とだからご飯食べたりしてる時に目の前にあるステーキのプレートとかをその対面相手の可愛い女の子に思いっきりバーンってやったら一体どうなってしまうのか、私の人生は、私の人生は一体そのままどうなってしまうのかなどと考えないそれって何の病気ですかねってのを考えて、いや僕、いやありえない話だけど昨日のかがり火とかも、まあ、そんなさ大一番みたいになった時に考えちゃうんだろうな、ちょっとわかる、ちょっとわかるか、破滅願望か、そうかもしれない、確かにネガティブな方向でしかそういうの出てこないもんね、ポジティブなやつは思い浮かばないはずだ、ネガティブネガティブセンター試験とかさ受験のさもう1年に1回の大一番とかの、まあ、受験だよ、東大の受験でもう心の中でこれできた受かったみたいな、やべこんなにできてどうしようみたいな幸運の時に制限時間3分ぐらい前に消しゴムで全部消しちゃったらどうなるのとかさ思わん、まるで自分の人生が一瞬ゲームのキャラクターみたいな、その第三者視点から自分を見ててめちゃくちゃにしたろうかみたいな考え方するってない、ないそれないなないっすよねない、ちょっと共感得られるかと思ったんだけどちょっと違ったね、ちょっと違った、さ邪念を中岡くんのラジオ体操で吹き飛ばしますかね。